練馬区立大泉第二中学校は、東京都練馬区東大泉にある公立中学校。2019年5月時点の生徒数は14、学級487名である。愛称は、二中、大二中で、都内の公立中学校では、トップクラスの敷地面積を誇る。学業優秀な生徒が多く、近年は、都立成功や都立、日比谷高、総大学院校、 慶応義塾校、中大杉並校などへ卒業生が進学している。1947年に学校教育法の施行に伴って練馬区で開設された中学校13校の中に同盟の中学校が存在するが、これは1年後に大仙中学校に統合され、本校は1957年に再度分離設置されたものである。本校敷地は、 都市計画道路補助135号線と補助232号線の交差部に位置している。本校周辺の大泉学園駅南側地区には消防活動困難区域があり、また強硬な生活道路に車両が多く流入しており、事故や渋滞が多い道路が緊急輸送道路となっているなど、都市計画道路の整備が必要だと考えられている。 しかし道路整備によって高地が三分されてしまうため、2016年から2019年にかけて有識者委員会によって対応方針が検討された。全面意見、高地拡張、現高地再建の3パターン数案を検討し、提言では周辺敷地を取得した上で、計画道路をまたぐ形で校舎の改築を行う案が妥当性が高いとされている。 練馬区では唯一、秋に行われる。1.2年時に、それぞれ1回ずつ、都内巡りを行う。第一体育館にて、吹奏楽の発表や、演劇などが行われる。一般生徒の作品展示もされる。毎年3月に、所沢ミューズ、または、練馬文化センターにて開催される。1年生のみが夏休みを利用し、静岡県下田市にて、園営を泊まり込みで行う。 2年生が3月に長野県で3泊4日で行う。3年生が5月に京都府奈良県を訪問する。西部池袋線の南側に東西に伸びた学区となっている。区立中学校選択制度があり区内の遠方から通学している生徒もいるが、学区指定による小学校は以下の通り。院は小中一貫教育グループの構成校。ありがとうございます。